ザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国は1922年から1936年まで存在したソビエト連邦を構成共和国、スターリン憲法の施行に伴い廃止された。1920年以降、アゼルバイジャン、アルメニア、グルジアで相次いでボリシェビキ政権が成立した。ボリシェビキはこの地域の経済的、政治的統一を図るため、 三国で構成される連邦の創設を推進する。1921年4月11日、パクウソビエトはザカフカースソビエト共和国の結合について決議した。11月7日の第2回ザカフカース党会議はザカフカース共和国連邦について決議。1922年3月12日、ティフリスで開催された三共和国の中央執行委員会代表による 全県会議は、ザカフカース社会主義ソビエト、共和国連邦的同盟についての条約を確認した。12月13日、ザカフカースソビエト大会は、連邦的同盟を改組してザカフカース、社会主義連邦ソビエト共和国を成立させた。そして、12月30日の第一回前連邦ソビエト大会で、ロシア、ウクライナ、 白ロシアとザカフカースで連邦を構成する形で、ソビエト連邦が正式に成立した。1936年、スターリン憲法制定に伴って、ザカフカースソビエト連邦社会主義共和国は廃止され、内部のグルジアソビエト社会主義共和国、アルメニアソビエト社会主義共和国、アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国の3カ国が、 ソビート連邦の直接の構成共和国となったザカフカース連邦の切手。それまで三国が独自に発行していたものに連邦の頭文字の5文字を記載している。税1898から1991。2018年3月6日。閲覧。税税1898から1991。2018年3月6日。閲覧。 木村、215ページ AB 木村、216ページ AB 木村、218ページ AB、ファイ、税1898から 1991?2018 年3月6日、閲覧。ありがとうございます。